この場所で勝って本当の意味でスタートを切ります。2019-2020 G1 覇者、悲願の IWGP、 いぶし浩太が花道を進みます。優勝者、この場所を目指したあの日の気持ちを胸に、最高のプロレスの先に最強のベルトが待っている。ゴールデンスター G1 連覇チャレンジャー、いぶし浩太リングイン。まあやっぱりもう今日ですね、本当ですね、はい、さあ6分後を思わないと、いぶしの攻撃に場外に放り出されるような形になりました。すごい体が沈むよこれ。このあとはラムーンサルト、がっちりと上げていきました。水面で押し切った。ここも内藤がジャンプいった。わー、やってた。そしてチャーマン、すごい角度が。でも立ってる立ってる、もらった。狭い狭いエンブロンさん、ちょっと今大丈夫、断崖式。いやいや、すごかった今仕掛けた。エムシも今度は成長で持ってくる。いや、しつかんだ、止めた止めた。何を狙うか、人目なしか、人目なしか、人目なし。どうぞ、くっさり、お嬢のマット真ん中、神になるためのすぐ始まり。1.4 東京ドーム、今日をその日にしてみせる。捉えました。そして神は追っていい。イブシが、イブシがやり投げの体勢に入る。そしてアザラーさん、その腕を掴んでいる。夢をつかんだ勝利です。悲願達成、いぶし浩太二冠王者になりました。内藤から、内藤からいぶしにベルトを掲げた。最高の同い年だな。もう同じ年に生まれた、同じ時代にプロレスラーになることを夢見た両雄。世界最高峰の舞台で内藤がいぶしを称えた。誇りを持って名もなき道を歩き、場所を選ばず人を選ばず、そこにファンがいれば全力で戦ってきました。それがいぶし浩太の歩んできた人生、歩んできた道です。そして17年かかってこの東京ドーム花道にたどり着きました。危ない危ない、ブレードランナーが来るか。いや、お前バルベ飛んだ。そしてそのまま落とした。スケールボーイスープレックス最高。いぶし滝に手からとはいえ、覚醒した。ゾーンに入ったいぶし、ただ足に力が入らない。投げ切ることができるか。調子すごく大丈夫か。スライスライズ式のジャーマン、笑ったイブシ。星がこの状態で飛ぶのか。距離あるよ。不死鳥のごとく東京ドームに待った。
東京ドーム大会、無念の欠場となったいぶしでしたが。